おはよう。もう少し待ってくれ。一人遅れてる。こんにちは。ごめんごめん、遅れた。あやめ、7分遅刻だ。ラッキーセブン。まったく。はじめまして、稲垣あやめです。彼女は東条あかねです。よろしく。今回の仕事の依頼だが、知っての通り昨日牧下葵が殺害された。そのためしばらくの間その弟のボディーガードを頼みたい。それなら本部で預かればいいじゃん。確かに君たち二人は優秀だ。しかし問題は人間性だから、他人と接して成長する機会が必要だ。え、私？おいで。牧下つとむくんだ。うわ、かわいい。今回の仕事は私に任せて。おっと、今回の担当は茜のようだ。頼めるか。はい。全然納得いかないんですけど。そうか。長谷川さん、ちゃんと話聞いてよ。うん。だいたい私、人間性に問題ある？うん。あと茜だっけ、めっちゃ不愛想、ユーモアのかけらもない。あやめ、人に同じものを求めるな。そういうところが問題の人間性なんじゃないか。本当に大丈夫か？はい。ならよかった。頼んだ。失礼します。東条茜、よろしく。どうしたの？遊ぼう。私はいい。お姉ちゃん話せないの？話せる。楽しい？うん。僕は務め。知ってる。あなたのお姉ちゃん死んだんだよね。そう。ごめん、かける言葉思いつかない。帰ろっか。ここがあなたの部屋。私はソファーで寝るから。ご飯はここ。私料理しないから。いいよ、お姉ちゃんも同じだった。2時間で帰る。鍵は閉めてて。あかね、今どこにいる？仕事、さっき殺した。つとむは？いえ。バカか。そんな依頼誰かに任せればいいだろう。お前の任務は子供のボディーガードだ。
絶対に目を離すな。平沢、お前無差別に SG にターゲットの依頼を送るな。どうかしました？茜は今重要な任務中なんだ。マジっすか？すいません。大丈夫か？大丈夫に見えるか？やばそうだ。せっかくお前が引退しやすいように桜とあやめを部下にしたのに。助かってるよ。俺が言った通り優秀だろ。それよりも茜って子、うん？あやめが気に食わないらしい。何か変わってるというか、誰からも好かれるタイプじゃないんだ彼女は。あ、精神的に障害がある。感情が乏しく命令待ち、指示通りに人を殺すことしかできない。それを俺たちは容認してる。まるでモルモットだな。さくらとあやめは違うのか？起こしちゃった？何見てるの？映画。何の？レオン。面白い？うん。この映画しか興味ない。一緒に見てもいい？なんでレオンが好きなの？家族と見た映画だから。お姉ちゃん家族は？死んだ。僕と同じだね。僕あの映画好きじゃない。なんで？かわいそうだから。好きな人のためなら死んでもいいの？あの子も心を開いてきたんじゃないか？絶対私といた方が楽しいのに。茜だっけ？面白くないやつ。大体なんであいつを気にするの？興味が湧いてな。このロリコン好きになったら。バカ！すいません、すいません。あの子似てるんだよな。いつまで守ってくれるの？さあ。僕のお姉ちゃんの仇を取ってほしい。それは無理。なんで？上の命令じゃないから。そっか、お姉ちゃん感情ないんだね。誰に殺されたの？宮崎翔で検索。なんでみんな俺の便利屋つけすんだよ。ああ途中つけつけないで、同じ部署の人間だから。了解。おっと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 、データベース参照と。おっと、なかなかの凶悪犯だね。メールで送っといて。お、レオンじゃん。結構古い映画好きなんだね。いや俺も昔彼女と見に行ったな。とにかくナタリー・ポートマン演じるマチルダが可愛いし、あと最後もいいんだよね。マチルダからって手榴弾の瓶を。なんでみんな窓が開いんだよ。何？預かってほしい。え、任務放棄する感じ？危ないから。いや、わけわかんない。
お願い、稲垣あやめ。名前、覚えてたんだ。おいで。さくら、男の子増えたからもう一回スイッチやろ。乗れ。任務を放棄したな。すいません。お前がルールを破るとは思わなかった。だが、あやみに預けたのはいい判断だ。私は処分ですか？本来ならな、自分で判断した。お前の人間性は分からんが、進歩なんじゃないか。宮崎の居場所は割り出してる。あかね、ぶっ潰してこい。はい。まだ近くにいるはずだ。増援だ。片付いた。あかね、うわ、怖っ。女子高生に撃ち殺されるとか、とんだ恥さらしになると思った。
宮崎俺だけどあかね俺も命令違反だなジョーちゃん俺を殺せって命令何のため理由知らないのかかわいそうにお前の組織まだ無意味に人殺ししてんだ知らないの俺を殺す任務もでっち上げなんでって顔俺も元 SGAW のエージェントだからな簡単に人を売るし俺らより全然ひどい組織だよま、実際俺も売られたわけだし今笑うところクロカーもなんでこんな不愛想なやつ採用したかねそねえからさ仲間なんない命令じゃない私宮崎を確保したよくやった下で待ってるあやめです私なんで連絡先知ってんだよあの子ちょい待ちお姉ちゃん終わったもう大丈夫ありがとう帰れるうん待ってるやるなでも死体確認はちゃんとやりましょうはあ、近くで見ると可愛い顔してるなほら悪いよせっかくの顔が台無しだぞたくて笑うのも無理な感じユーモアねえなお前ムカつかせてくれたから最後可愛い女にしてやるよ、うん、This is from マチルダは会える状況じゃない大丈夫だから少し話しやめておけ体も何も跡形も残ってない今日は帰れお姉ちゃんは
茜はどっか行っちゃった。どこに？多分遠くに。でもつとむくんは大丈夫、もう安心だから。じゃあなんで泣いてるの？あの子は保護された。そっか。組織は宮崎を殺すためにつとむくんを利用して茜に宮崎を殺させたんだよね。納得いかない？何も残らなかったって。私たちって何なんだろう。分かってるはず。あんたも私もいつかは死ぬ。そういう仕事なんだよ。ここにいたか。ああ、彼女は残念だった。椿に続いて二人目。この仕事は別れが辛いな。なぜ仕事を受けた？上層部からの命令だ。それに最終的には俺の判断、茜も分かってくれる。黒川、彼女にはちゃんと感情が。もちろんだ。誰よりも素直な子だったよ。彼女の最後の言葉、何だったと思う？これはマチルダからだ。意味は？彼女なりのユーモアだ。夜飲みに行くか。今日はやめておくよ。仕事だ。先に戻る。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。バイバイ。